2018いよいよ J1 開幕第1節 FC 東京対浦和レッズ、今日の舞台はこの味の素スタジアムです。さてそれでは FC 東京のスターティングメンバーを改めてご紹介します。まあ、予想される並びはこういう格好になりますが、ゴールキーパーの林、そして基本形4バックです。右が室谷、チャンヒョンス、中森重、そして左が太田になります。それから大森、高萩、東、米本の中盤でオリベイラと前田を持ってくるという、まあ、こういう並びを予想しています。浦和レッズはゴールキーパーの西川、4バック遠藤、マウリシオ、牧野、宇賀神、そしておそらく青木はアンカーの位置になると思いますが、長澤と柏木の今日高さにちょっと注目、マルティノス、武藤、興梠というこういう格好になるとは思うんですが、一応こういう風に我々はフォーメーションをご紹介します。今シーズンはフルでどういうような働きをしますか。いい展開です。前に3人、シュート、柏木、最後は左のアウトにかけました。まあ、シュートまで持ってきました新キャプテンの柏木です。ゴールキーパー飛び出している、倒れる、そして、うん、今ディエゴ・オリベイラが少し足を痛めているようですが、ただヒヤリとしました浦和レッズのディフェンスです。いや今危なかったです、危なかったですね。完全に裏を取られました。まあ、判断よく西川が飛び出してきたんですが、そこでの接触、拾って柏木はすぐに右を使いました。マルティノス、コオロキ、武藤の前の3人、はい、こういう回しでやっぱりこう行くとこ行かないとこはやっぱりメンバーが大きく変わってないんで、はい、チャンス、コオロキ、半身からシュート来た、サイドネット、コオロキらしいですよね、らしいですね。仕掛けのタイミングはだいたい浸透してるんで裏の場合は、はい、あとはやっぱりその最後のパスの精度とか、はい、抜けるタイミングとかですよね。このハイプレスだけはまず外したい、つまりはめに来る相手をいなしたいというのがあるんですが、さあどうかな、インスルパスで飛び出した東、そのままドリブル、格好がシュート、キーパー取れずにゴールイン、開幕節の最初のゴールは東、出ましたよね、出ましたね、持って縦に入れるっていう、あと東前半はポジションもなかなか難しかったけど、はい、やっぱこう引くだけじゃなくて抜けていくとかね、うん、あとはタイミングを外して最後ちょっと難しかったけど強いシュートじゃなくて、はい、自分がこう流れながら逆サイドに転がしてうまく押し込んだというかね、はい、とにかく東がよく粘り、ジャストミートこそしませんでしたが、気持ちの入ったボールがそのままゴールに入りました。同点、同じように追いついて牧野、同点弾、レッツの最初のスコアラーは牧野、押し込むような格好で足だけね、やっぱり落下地点を先に取れるというか相手にこう入ってこさせない強さというのを持ってるんで、はい、1対1追いつきましたレッツ。柏木です、正面に持ってきてフィニッシュ、キーパー林が抑えました。ただいいじゃないですか、いいですよね、腰をためてのシュート、宇賀神、さあここでどうやら久保入りそうです。前田選手と交代です。前田良一を下げて久保建英、したがって永井と久保というコンビを前に持ってくることになります。さあここは仕掛けに行きます、大森です、正面からもらって久保、ここに渡したか、もう一つ先でした ね、 今ね、入れた、太田のボール、ヘディング、セットのディフェンス、味方に前で3ないで欲しかったと思うけども、はい、やっぱり技術がもう相当高いんで、うん、やっぱり早いですよね、余裕があってね、はい、でいいところやっぱり見つけてるしね、はい、富樫が追います、富樫追いつきました、さあもらって久保だ、そのままドリブル、久保がそのままシュートが渡したパスだ、ここはチャンスだ、そのまま久保シュート、キーパー、いや、いいんじゃないですかね、いいですね最後のちょっとシュートが
いやいや、まあそこはね、ただしかし見事なパスも綺麗に蹴ってるし、はい、意図が分かりますもんね。また絡もうともしてるしね、はい、今笛が鳴って試合が終わりました。26年目に突入した J リーグ、2018年明治安田生命 J1 リーグの第一節 FC 東京対浦和レッズの試合、今終わって1対1、まあ、両チームスタートは勝ち点1スタートということになりました。